世界中の人々を笑顔に、スマイル社長こと重松です。本日も仕事の授業始まりました。本日の先生はアクシス株式会社で転職支援の仕事をされている末永さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうじゃあまず最初の質問なんですけれども、はい、お勤め先の概要から教えてください。アクシス株式会社というですね、主に20代30代の方を中心としたキャリア支援のサービスを複数提供している会社を経営しています。もともとは転職エージェント事業からスタートしておるんですが、滑らない転職という転職メディアですとか、あとはそのキャリアコーチングという個人向けのですね、キャリア支援サービスというのを展開しているような事業をやっております。会社としてはもう今何年ぐらいやられてるんですか？2012年の8月設立で、今期が10期目という形でした。なるほど。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、主な業務内容はどんなことをされてるんですか？いわゆる有料職業紹介とかですね、人材紹介事業とか、あとはその転職エージェントっていう表現をしたりする仕事なんですけれども、主に企業とですね、転職者、この双方の間に入って求人をマッチングして転職成功に導くと、そんなような仕事をしているという感じですね。なんか業種的にこういう業種を中心にやってるとか、そういうこともあるんですか？弊社アクシスではっていう意味で言うと、主に20代の転職者の方が登録者は多いんですが、ご紹介している求人としてはですね、無形商材の法人営業職というのが一番多く紹介していますね。わかりました。じゃあ次の質問なんですけれども、出勤日の1日の流れっていうのはどんな感じですか？一般的にはまず出社をしてですね、メールのレスポンスをするみたいなところから多分大体スタートするんじゃないかなと思いますと、でその後に、チームで営業活動をしている場合は、朝会みたいなミーティングが大体あるんじゃないかなと思いますと、でその中で今日何するかみたいなことをチームの中で話し合いをするっていうのが多いと思うんですが、転職エージェントでいうと会社によるので様々ですが、大体月間で10人から2、30人くらいサポートしてるっていう状況があると思うんですよね。でその方々のステータスっていうのをみんなで共有し合って、今日はこの人にこういう課題があるのでこういう手を打とうと思いますとか、そういうミーティングをして、上司とか同僚からアドバイスをもらってみたいなことを主に朝会とかそういう場ではしてたりするんじゃないかなというのがスタートです。でその後にタスクを洗い出したものをどんどん消化していくってことにはなるんですけれども、ちょっと前置きとして説明しておくと、企業担当と個人担当を分業している会社と両面って言って、一人二役で企業担当もするし個人担当もするっていう会社によって結構違うんですよ。もし企業担当中心の方であるならば、企業さんにですね訪問をして、今だったらオンラインが増えてきてるんですが、ミーティングをして新規で求人を獲得するという場合は、その求人の内容をヒアリングしたりですとか、実際採用ターゲットがどういう人が取るべきかみたいなことをヒアリングしたり提案したりする、そういったような形の求人ヒアリングみたいなことをしたりですとか、あとは実際に候補者の方が推薦をする、その求人に対してターゲットに合った方がいらっしゃったらば、実際転職者の方から求人応募を回収するんですけれども、その候補者のレジュメとか履歴書、職務経歴書ですね、これをまとめて推薦文を書いて企業にお送りして、その後例えば電話をして、今ご紹介した方こんな方でこういう意図でターゲットに合ってると思ったんでご紹介したんですが、っていうその選考の提案ですとか、一次面接の日程調整とか、そんなようなことをですね、結構電話でやり取りすることが企業さんとは多いかなというふうに思います。これがあの企業さん向けの対応の話をしました。一方で個人担当っていうふうになってくると、どちらかというと転職者とやり取りするという形なので、現職の方も結構多いんですね。そうすると夕方とか夜以降に面談が入ってくることが多いので、日中はですね、それこそ企業担当と打ち合わせをして、こういう思考でこういう適性がある人なんだけれど、なんかいい求人ないかな、そういうすり合わせをしてですね、いわゆるマッチング業務とかって言ったりするんですが、自分の担当してるお客さんに対してどういう求人が合うかっていうのを情報収集するようなことをしますと、であとは実際にそれを個人の方に対してこんな求人ありますよっていう紹介をですね、面談の中ですることもあるんですが、面談以降にですね、後日メールですとか電話ですとか、場合によってはチャットとかでご連絡をして求人の応募回収をしていくとか、そういうような業務もありますと。あとはその実際に選考のフェーズに入ってくると、面接対策、選考対策っていうのが必要になるので、面談だったり電話だったりとかで面接対策を実施するってことを、やったりしていますね。なるほど。今話聞くと、例えばこう法人と個人で分業して担当している場合は、就業時間とかも変わったりしてるんですか？私が新卒入っていたリクルートキャリアという会社なんですけれども、こちらは完全分業制になってまして、当時自分は個人営業担当だけをやってたんですね。企業担当の方が8時9時くらいには帰ってましたかね、10時始業で。個人担当の方の方がシフト制みたいな感じになっていて、やっぱ個人の方ですから夜が中心に面談になっていたりとか、あと土日が休みだからこそ来ていただけるっていうのもあって、変則的なシフト
フトで組んでいるというような業務形態になってたなというふうに思います、はいはい、定常の時間8時間とか、まあ、そういう就業時間の中ではありますが、個人担当側の方がどちらかというと夜とか土日とかの対応が入って、まあ、その分シフト制で代休を取ったりとかするわけですけれども、変則的にはなるかもしれません。なるほど、はい。まあ、今その転職支援1人当たりにサポートする平均時間というのはどんぐらいになるんですかね。これも分業制なのか両面なのか結構各社によって違うんですけれども、実際お会いして面談をするっていうことは、実は面談してからですね2回とか3回くらい、それが電話で話すことの方が多くてですね、まあ、なので1回の面談が60分から90分くらい、初回は結構じっくり転職者の方の悩みとかキャリアの経歴をしっかりヒアリングしたりとか、その中でも強みは何かとか適性がどういうところにあって将来どういうふうなキャリアプランを描いているかとか、まあ、あとは実際に本人が転職についての悩みとかを相談されたりとか、この業界ってどうなんですかみたいなことをちょっとインプットしたりするっていうことで、結構ボリューミーなので90分くらいやること多いですかね、初回は。それに対して面接対策を実施するとか、あとは最終面接直前の面接対策とか、最初は内定出た後に迷ってますみたいな、まあ、そういう意味で意思決定を支援する上で再度一度お会いしましょうみたいな、そういうのが初回から入れて2回3回っていうのが90分60分60分みたいな形ですかね。でそれ以外はチャットとか電話っていうところが細々あるので、1人当たり5、6時間最後までサポートが続いたとしたらですね、途中で転職活動して辞めますとか、お宅を使わず他社を使いますってこともあるので、ケースバイケースですが大体それくらいじゃないかなというイメージですね。なるほど。まあ、そのスタートに面談されてから最終的な意思決定までの期間でいうとどんぐらいあるんですか。面談してからでいうと大体1ヶ月半から3ヶ月くらい、3ヶ月は結構長いんですけれども、はい、まあ、実際というのも面談をしてから求人紹介をして応募するじゃないですか、でその後にエントリーして処理選考があって、面接が2回の会社が多いんですよね一番、はいはい、面接行ってフィードバックをもらって、でまた日程調整をして翌週行ってみたいな感じになっていくので、大体まあ1ヶ月は確実にかかるでしょうし、はいはい、スムーズに進めばですけど、コロナになって対面でお会いする機会とかも減ったり、やりづらい時もあったと思うんですけど、はい、オンラインでの面談みたいのもあったりするんですか。弊社については 100% もオンラインです。お客様との面談も、まあ、企業さんとの打ち合わせもそうですが、ほぼ 100% オンラインになってますね。業界としてはどうですか。エージェント業界の中でもどの求人領域の業界に強いかによって結構バラバラです、例えばですけれども接客販売サービスとか、そういうような業界でいうとオンラインよりも対面であって雰囲気をつかむっていうところを重視している会社さんもあるでしょうし、どういう業界職種の求人を扱うかによっても傾向はあるんですが、それでもオンラインが中心になっている会社さんの方が多いんじゃないかなという印象ですね、はいはい、なんかそれによってやりづらくなっちゃったこととか弊害とかってあったりしますか。転職者の方と信頼関係構築をしていくっていう時に、一度は初回だけでもいいんですけど対面でお会いしてる方がやっぱり人生とかキャリアっていうなかなか他人には言えないような話をしていただくような仕事なので、はい、オンラインだけでちょっと距離感がある感覚でどこまで本音で話していいんだろうかっていう不安なお客様もいらっしゃると思っていて、まあ、もちろんオンラインだと不可能だというわけではないんですが、ある程度技術がなければ信頼関係構築ができないっていう課題もあるかもしれないなと思いますね。じゃあ次の質問なんですけれども、業界特有の風習であったりあるある話みたいのって何かありますか。例えば飲み会に参加するとか、そういうことがあると、まあ、異業界の人とかと会うじゃないですか、その人のなんでその仕事やってんのとかやりがいなんなのとかどういうとこがしんどいのとかってヒアリングしちゃうんですよね。で大体年収も想定できちゃうので、いやでもこの会社でこのポジションだったら大体これくらいだからおかしいなとかそういうことを考えちゃうみたいな、なんか結構そういう職業病みたいなのもあるかもしれないですね。あとはもう一つは異業種交流会みたいなところに行くと、何の仕事してるんですかみたいな話に行った時に、人材紹介とかエージェントやってますみたいな話されると、じゃあ求人紹介してくださいよとか、転職する気はないんですけどねとか、なんかそういうような反応されるんですよね。そういうことがあると何の仕事してるのかあんまり言いたくないっていうのは僕としては結構ありましたかね。わかりました、ありがとうございます、じゃあ次の質問なんですけれども、はい、こういう転職希望者は困るみたいな希望者とかってどんな方ですか。いろんな方いらっしゃるんですけれども、例えばいいお話があれば、いい求人があればすごいめちゃめちゃ受け身っていうんですか、じゃあいいお話って何なんですかあなたにとってっていうと何も出てこないみたいな、ふわっとしてるみたいな方だと具体的なご提案もしようがないから、ちょっとお役に立てないですよねいう場合が結構ありますからね。あとは、まあ、エージェントのことをものすごく疑ってたりとか、喧嘩を売るような態度でいらっしゃる、とりあえず求人紹介してくればいいからさみたいな高圧的な態度を取ってくる、はいはい、こっちも直接取引して信頼関係のあるくらい
イアントさんに紹介できるわけないでしょっていうふうに思うんですが、あんまりそういうことが想像できず、そういう態度を取ってくる人とかもいらっしゃいますかね、うん、そういった方々にはどういった対処法みたいのを取られるんですか。転職しなくてもいいんですけどねっていう方であれば、じゃあもう転職しない方がいいですねっていうだけですね。そこに例えばスキルアップしたいとか、年収がこれ以上稼ぎたいっていうのだったら OK っていう感じなんですか。そうですね。ただこれもそれが明確になったとしても、それって今の会社で叶えられませんかって話からします。転職はあくまで手段で目的じゃないよってことは強調して、転職に必然性がないならしない方がいいですっていうのがやっぱ僕らのスタンスなので、はい、今の会社で年収を上げれるなら絶対そっちの方がいいじゃないですかって話なんですよ、不満がないならですよ、はい、まあ、そういうことを全部チェックしていて、本当に手段として転職が妥当だねっていうふうになった場合に実際にサポートしていくっていう形ですね、うん、でもう一つの高圧的な人とかの対処法ってどんな感じですか。まあそれにあまり反応してしまっても仕方がないので、うん、まあ、ちゃんとご説明をするというか、僕らとしても大事なクライアントさんにご紹介をしていきたいと思ってるんですが、僕に対して、まあ、そういった態度を取ること自体は全然構わないと。ただ直接取引のあるクライアントさんにお告げ投げするときにちょっと不安になってしまいますよと、もやっとした雰囲気がクライアントさんに伝わってしまうかもしれない、まあ、僕らとしても 1% でも内定率が上がった方がいいと思うので、別に変に迎合する必要はないけれども、フェアな関係としてやれないと今後進めていく上でも不安になるので、僕らがなんか失礼をしたなら言っていただければお詫びをするんですが、もしそうじゃないとしたらフェアにやりませんかって話はしますから。でそれがちょっと難しいのであれば他のエージェントさんを使っていただいた方がいいんじゃないですかって話です。まあ、結構転職者の皆さんが思ってるよりも業界とか、まあ、いろんなものって狭いので、それこそ例えば最初サポートしてた人がいきなり連絡が取れなくなってしまったりとかって結構あるんですよ、はい、それが求人をご紹介した後にバックレをされちゃうこともあるわけですね、そうするとレジュメを渡してクライアントさん企業さんにはその情報が渡っているけれども、すいませんちょっと連絡取れなくなっちゃいましたって言って辞退処理をするわけですよね。そうすると数ヶ月経ってその企業さんから過去にご推薦いただいたあの方からエントリー来たんですけど、人事の方からいただいたりとか、それくらい僕らってちゃんとクライアントさん企業さんとも信頼関係が厚いので報告してくれるんですよ。っていうこともあんまり分かってないんだなっていう、バレないと思ってるでしょって他から行けばとか、別にバレたからといって僕らが何かするとかそういうことはないですよ。ただ企業さんに知られてますよって、なんかそういう心象を悪くしてますよっていうのはもうちょっと知っといた方がいいですよね。営業経験者の方とかでも普段自分の会社のクライアントさんには絶対やらないマナーとか態度もなぜか僕らエージェントですとかその先のエントリーする求人企業には平気でしちゃうってこと結構意外とあるんですよ。だからそれは法人同士のやり取りとかっていうマナーを同じく社会人として取った方が安全ですよねとは思いますよね。なるほど、はい、じゃあ次の質問なんですけれども、年収は大体どれぐらいでしょうか。人材紹介会社の中でも片面で法人営業だけ、キャリアアドバイザーだけなのかとか、両面なのかとか、その中でもどのジャンルを扱うかとかによっても違うんですね。だからそういうのをでも一個一個説明していくとキリがないので、ざっくりお伝えをすると、まあ新卒から入ると大体350から450くらいの間スタートだと思いますと。そこから一応一人で仕事を回すことができて、ちゃんと毎月の予算は達成して複数名の方の転職支援ができるっていう状態が一人前だと定義すると、このレベルになってくると、まあ、年収で 500-600 くらい、それ以上は、まあ、管理職になっていくか、プロフェッショナルとしてより難易度の高いハイレイヤーの幹部採用とか、ヘッドハンター的な動きをするっていう風になってくると、700-800 から、まあ、高い人でいうと2000万とかっていうところまで結構幅が広いですね、なるほど。ただハイレイヤーのヘッドハンター、いわゆる両面でやるような幹部マッチングとか、あとは最近でいうと市場価値の高いエンジニアマッチングですとか、あとはそれを両面でやってる前提なんですが、個人事業主的な感じで独立する人たち結構多いんですよ、はいはい、国内に2万社以上あると言われてまして、職業紹介の会社っていうのは、ほとんどが3人5人以下の会社なんですね、でこういう人たちっていうのは割と高年収ですね。普通に1500とか3000とかはザラにいますね、はいはい、なるほど。じゃあ次の質問なんですけれども、休日とか休暇っていうのはしっかりと取れてらっしゃいますか。まあ、基本的には土日祝日休みっていうのが一般的だと思うので、割と休みは取れる方なんじゃないかなというふうに思ってますと。ただ個人エージェントとして独立してるとずっと忙しいっていうよりは、個人の方を相手にする仕事だと土日ですとか連休中とかに対応することも、自分も最初起業した後一人でやってる時期って長かったんですが、その時は割とそこは不定期というか、土日でも面談を結構してたりすることも多かったので、逆に土日とか柔軟に対応できる方が個人のお客さんも嬉しいので、まあ、そういう意味では土日とか平日の境目があんまりなかったですね。なるほど。ただまあ会社員でやってる分には一般的にはまあ土日休み、
というのが普通にあるでしょうし、はい、有給とかっていうのは取りやすさ取りづらさとかってどうですか？その人による部分はあるんでしょうけど、うん、比較的取りやすいんじゃないかなと思いますけど、ね、業界的に見ても取りやすいですか？会社によるので本当に難しいんですが、はい、業界というよりは自分はリクルートにしか勤めてなかったので、うん、はい、リクルートが取りやすかったってことかもしれないんですが、 ある種ずっと作業をすればいい仕事じゃなくて、うん、極端なこと言えば1分の1でマッチングできたら成果が出る仕事、うん、成果報酬のビジネスだから作業量に比例しないんですよ、うん、だから容量良い人は1分の1である企業の社長とこの転職者の候補者を面接を組んだら一発面接で内定みたいな、うん、それで今月のノルマ達成みたいな話ってありえるから、うん、そしたらもう遊んでればいいじゃないですか、うん、極端な言い方すると、はいはい、なのでそれが容量のいい人たちは割とそういうメリハリをつけられるので、うん、結構そこで有給を自由にコントロールできるっていう風になってたんじゃないかなと思いますね。なるほど、わかりました。